さあ始まりました、カッサンバイクの部屋。お久しぶりです。今日のバイクはこれです。じゃーん車種名を教えてください。ホンダのスペーシー50です。はい、ホンダスペーシー50です。しかもですね、これあの前期型の初期型1982年に発売された、84年まで発売された前期型モデル。まずちょっとね、全体のフォルムを皆さんに見ていただきたいんですけども、見てください。このなんていうんですかね、今では絶対ありえないこの直線的なデザイン見てください。これすごいでしょう。この令和の時代にこのデザイン、とにかく僕はね、やっぱり、ね、この一番前の角張った直線的なんで、これ映像でわかるかな、 50cc なのにね、このすごい主張というか張り出しがすごいんですよね。でこの辺ね、ウルトラ警備隊、ウルトラセブンに出てくるこのエレキングのようなこの顔つき、ここで特徴がですね、これはそうこのカスタムってあるでしょ、カスタムっていうね、これカスタムっていうのはスタンダードはデラックスって言うんですけど、デラックスよりも高い最上級モデル、カスタムで、このカスタムのポイントがちょっとこれいいですか、はい、このメーター見てください。この何ですか、ソアラにも採用されてるんですよね、デジタルメーターね。見てください、これデジタルメーターなんです。見ました、今のアクションキーをもう一回見ます。キーオンにしたら、見てくださいこれ、何当たったらなんか100円もらえる、なんかジュースのジュースがもう一本もらえるみたいな、これがですねカスタムのなんていうんですかね。しかも見てください、ボルトのインジケーターまである、ちゃんと12ボルト来ててね、レギュレーターが壊れてるかどうかもはっきりここで分かるっていうのが標準装備されてるっていうのもすごい。そしてトリップもあってトータルもあるって、こんなね、さすがもうデラックスを超えた、さすがカスタム、ちょっとカスタム興奮してます。すごい、当時乗ってた人は懐かしいんじゃないでしょうか。で最大の特徴が、その何だっけな、まあ殺し文句じゃないんですけど、これちょっと開けてもらっていいですか。ホンダスペーシー最大の特徴、見てください、これ12インチのレコードが入るんです、ここにっていうのが売りね、当時の12インチのレコードも LP も入るっていう、これがでもね、やっぱりこう何て言うかな、いろんなとこ欠損っていうかね、割れたり壊れることなく、このコーションステッカーとかも全部ちゃんとあるっていうのはほんまにすごいなと思います。じゃあ工具も、あ、工具ね車載工具もっていうか、この形見てください、ちょっとしたポルシェですよポルシェ感がすごいです。すごい、じゃあちょっとあ閉めてください。ちょっとこの中も見せてもらっていいですか、はい、っていうかタオルとかめちゃくちゃ綺麗ですよね、本当にね、こんなに大きいのに見てください、メットインじゃないんですよメットインじゃないんですから、スペースはありません。結構入りそうですね、ガソリン、うん、ね、まあ、タイヤはね、進行タイヤさん ね、はい、うちのところで入れてもらって、はい、でもうちょっと汚かったところは塗装もして、はい、手を入れてみたいなことなんですね。こういうところとか取れるんじゃないですか、これ多分なんかペンキっぽいと思うんで、あとでじゃあ、あとで取りましょう。そうですね、うち薄め液ありますから、薄め、じゃあちょっと敷地内なんで僕ちょっと乗りたいと思います、はい、一言言っていいですか、はい、まさにスペーシー感じます。マジで大げさじゃなく、これちょっとワクワクしますねめっちゃ楽しい。3速オートマですね、嬉しい。3速オートマ、はい、なんか不思議な感覚、不思議な、なんかこうホーストの、せーの、カッサンチャンネル、それでは